おなきん、かいきん、どうも、ロッキンです。それでは今回はね、GTA モッドでね、あの、ベノムを使いたいと思います。ベノムといえばね、スパイダーマンの宿敵のイメージなんですが、単独でもね、映画が出るぐらい人気のキャラクターです。じゃあ早速、暴れ回りましょうか。行きましょう。行くぞ！ヒー！これスパイダーマンと同様にね、糸は出せますね。こういう感じで、街中を飛び回れる。さあ、誰だ一番最初に殺されたやつは、どこにおる？こいつだな、この女の人。能力3つあるうちの、この右上のやつを使っていきたいと思います。いきなり。お姉ちゃんごめんよ、これ血出しで、地面から針が出て、お逃げてく逃げてく。逃がさんぞ、おいラーお前もじゃラー出た！血でかばばねえ！さあ、こんな感じですね。そして二つ目の能力。これが、お前なんかスマホかけながらも走ってたのも危ないぞ。おい。じゃ、この人にしよう。プチ血でかばば。こいつを捕まえて。飛んでっちゃって。ドーン！そして、こいつ逃がさんよ。食ったる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 。人間食えちゃうんですよね、ベノム。他にも捕まえましょう。なんかいないかな。お前あんまうまそうじゃないけど、お前でいいや。ラー頭からいく派なのね。デリシャスって言ってますね。ケツデカババアいねえか、ケツデカババア。おい！みんなケツちっちゃえな。ケツデカババア。だいたいこういう店にいるんだけど。全然ダメだ。スリムなやつしかいねえ。ケツデカいババアがいねえぞ。そしたらちょっと、モッドで出します、ケツデカババア。全然いないんで。よし、ケツデカババア召喚。こっちでいきなり殴っちゃうのよ。食っちゃう、食っちゃう、ケツデカババア。せっかく召喚したんだから。ケツデカババア、食わせろ。脂肪たっぷりのお前の腹の肉、全身の脂肪を食ってやったぜ。さあ、そして最後の能力。これね、さっきチラッと見せちゃったんですけど、これですね。これじゃない。これじゃない。ちょっとこの微妙な全方向攻撃。まあ、ちょっと食っちゃうやつと比べるとはちょっと地味ですけどね。マーベル系が好きな人にはたまらないモッドだと思います。それではね、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。また見てください。バイビー。よし、最後にケツデカババアを食い散らかすぞ。お、なんでやんのか、ババア。お、痛えな、痛えな。どうなるか分かったの、ほら。まずいけど食ってやるよ。おら、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 ババアども。ほら、参ったか。さあ、ありがとうございました。これで、これで今度こそ最後です。それではまた見てください。バイビー。